この後あの中継の見どころとか注目の日本人選手は、うん、あどうでしょう、この後ですか。メジャーとか。メジャーはこれからバババッときますからね。全員注目ですよね。だけどダメの、あのメジャーを5つに増やしたっていうのがね、笑いますよね、うん、エビアンが増えましたからね、うん、アメリカのチャンピオンズツアーのシニアの方もね5つになってるんですけど。ああそうなんですか。もともとはね、あの前衛彩子さんが勝ってる前衛女子だって、はい、メジャーじゃなかったんです。なかったですよね。メジャーになりましたけど、デューモーリエっていうねタバコメーカーがついてたために、まあ、そのメジャーにはよろしくないんじゃないかって言ってなくなってしまって3つになってしまったんですけど、そこからバタバタバタっと4つから5つまで早かったですね、増えちゃうのは。そのうち全部メジャーなんて言い出したら面白いですね。まあまあ、はい、そういう価値観とか値打ちもあるから、ね、あんまり増えても困ります ね、 ますね。ちょうど、はい、でもやっぱり日本人選手がメジャーを取るチャンスが増えるっていうのは喜ばしいことでもあるし、そうしかもってアイちゃん勝ってるね。え、ね、アイちゃんエビアンの時には勝ってますから、メジャーに昇格したエビアンで決してプレッシャーを感じないで勝ってほしいなと、はい、いうことですよね。勝ってほしいですね、はい、ということで、はい、これからも WeLoveLPGA ツアーね、ぜひよろしくお願いしたいと思います。お願いします。